長野めかおる、念願のツイッター公式認証に歓喜、つ、つ、ついに、女優の長野めかおるが13日、自身のツイッターを更新し、アカウントが TWITTR 社から公式認証されたことを喜びながら報告した。長野は2016年1月から5年半以上もツイッターを使用し、フォロワーは190万人を超えるが、これまで公式に認証されず、7日には、 アカウントの認証リクエストは承認されませんでしたという TWITTR 社からのメッセージを公開し、なんでだ、そろそろ公式幕欲しいよ、笑と涙の絵文字を添えて嘆いていた。それから一週間が経ったこの日、マネージャーの長野のアカウント認識されました。TWITTR さん、ご対応ありがとうございましたというつぶやきをリツイートし、つ、つ、ついに認証されました。 ありがとうございますと歓喜。皆様改めまして公式です。と自己紹介した。